い、皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に見ていきたいなと思うわけなんですけれども、今回は今週末に行われる海外のテキサスプロ、ここの、ま、選手の話をね、していきたいなと思うわけなんですよ。また皆さんのね、この人俺注目してんだよとか、私はこのお方注目してんのよっていうのを、まあ、コメント欄にだん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 と書いていただければと思うんですが、まあ、今回もハトクマのね、注目選手というか、楽しみな方を見ていきたいと思います。で、今回も男子カテゴリーはすべてですね、オープンボディービル、ボディービル、トゥートゥエルブ、クラシックフィジーク、メンズフィジーク全部やっちゃうよということで、まあ、まずはメンズフィジークから見ていきたいと思います。今日はちょっとテンションが高めです。まず一人目は、ハトクマが大好きな人。大好きな人です。キング・ジョージ。ジョージ・ブラウンでございます。ジョージ・ブラウンは、まあ、めっちゃでかいサイズはないです。特にまあ、ここ最近のメンズフィジーク選手の中で言えば、小さい部類に入るかもしれないんだけど、非常にこうナチュラルな見た目というか、バランスが整われていて、綺麗なね、筋肉をしている男。そしてなんといっても、この佇まい、そして横にずれてから X ポーズ、そしてダンスをするようにフロントポーズを取るわけですよ。それが本当にかっこよくて、もうメンズフィジーク出るときは絶対このポージングルーティーンやろうってもう決めてる、まあ方なんですよね。で、そのジョージ・ブラウンが出てきます。まあ、あとはまあ、ジェレミー・ブエンディアのね、昔オリンピアのプレスカンファレンスっていう、まあ要は会見みたいなやつですよ。まあ、それでちょっとこう噛みついたわけじゃないけど、なんか喋ってたっていうのでも、まあ、ジョージ・ブラウンね、知ってる人いるかもしれませんが、まず彼が出てきますと。で、こっからはオリンピアンです。チャージョ・グラント。今年すでに大会で優勝しているチャージョ・グラントも出てきます。ただ、まあ、直近熱い男で言うと、ダニエル・アモンズですよ。タンパプロっていうね、先週末大会が行われまして、ここで優勝しました。そして、去年のオリンピア、8位と9位のアーリア・サファイエ、アンドレ・ファーガソン、この2人をぶっ飛ばしての優勝でした。まあ、ぶっ飛ばしてるわけじゃないんだけど、まあ、その彼がね、出てくるわけですよ、また。で、ダニエル・アモンズに関しては、なんかね、オリンピアをすでに決めてるのに、大会に出ることがどうのこうのみたいなね、ことを言われたのかな、本人が。で、なんかまあ、インスタグラムで、なんでそもそもタンパプロにね、出ることを決意したのか、とか、アンドレ・ファーガソンとずっと並びたかったんだ、とかね、いろんなことを言っていたんですけれども、まあまあまあ、まあ、選手が出たいものに出ればいいんじゃないか、スタンス。まあ、わかるんですよ、ただ。その自分がすごい推してる選手が、もうこの大会でオリンピア行かなきゃっていう時に、もうオリンピア決めてる人がブワー出るとなんで出んだよみたいな気持ちにはなるじゃん。でもそれは別になんかね。っていう感じで、まあダニエル・アモンズが出るんですけど、まあただ彼も優勝候補なんですが、一番の目玉はアンドレイ・リンカン、アンドレイ・デイユでございます。まあジェレミー・ブエンディアを育てたハニー・ランボットが教えているメンズフィジーク選手、トップクラスの選手ですね。顔もイケメン、モデルもやってますよ。で、まあ筋肉もゴツゴツして丸っこくて、もう絞れてる。背中なんかの筋肉の密度もすごいし、胸がちょっとね、薄く、まあ見えるところはありますが、まあ今回でも優勝候補注目されてると思います。ただ、ダニエル・アモンズは直近でね、トップ選手破ってますし、まあコンディションで勝ってきている、そのコンディションは今大会でも健在というところで、筋肉の見た目の美しさ、バランスっていうところは、ダニエル・アモンズが勝ってるのかなっていうところで、まあ、サイズはね、アンドレイ・デイユの方があると思うから、まあ、サイズバーサスバランス、まあ、コンディションはどちらも作るのうまいと思うので、まあ、どういう風な結果になるのか、ここがね、めちゃくちゃ楽しみ。それがメンズフィジークです。そして次はクラシックフィジーク。ここは2名います。まず1人目は、同じくですね、タンパプロで優勝してオリンピアを決めたカウレッジ・オパラ。彼が出てきますと。で、この選手もね、非常にバランスが良くて、上半身、下半身、上下のバランスも整われていて、筋肉の丸っこさ、メリハリっていうところもしっかりと、まあ、見えている。ただ、5日前というね、最新の投稿を見ると、前回の大会と比べて、コンディションはどうなるんだろうっていうね、ちょっとまだわからないところがありますが、まあ、カウレッジ・オパラ、昨年はアーノルド・クラシックで4位かなにも入っている選手で、今年のオリンピアも決めているので、期待でございます。そしてもう一人楽しみなのが、フロリアン・ポアソンという選手で、このフランスの男は、一回紹介したことはあるんですけど、もともとオープンボディービルダーでした。オープンボディービルダーとして戦ってたんだけど、クラシックフィジークに降りてきました。なので、めちゃでかいです。
めちゃくちゃでかい。だからここでもサイズバーサスバランスとか、まあ、コンディションじゃないけど、そういった戦いになるんじゃないかなと思います。これ左はオープンボディビルダー時代のフロリアンですね。で右が今最近のフロリアンクラシックフィジーク選手仕様に仕上がっている体になりますと。でこの体を見た時にやっぱりクラシックフィジーク選手として今回出る時の体の方がメリハリっていうのはすごくついているのかなと思います。まあ、オープンボディビルダー時代もねすごくかっこいいなって思うんだけど、丸っこさがありつつもこうキュッと締まるとこは締まっててみたいな感じでね、コンディションもバッチリ進んできていると思うので、まあ、サイズでは圧倒するだろうから、あとはまあ他の選手と見た時とか本人がね実際にステージに立ってポージング取った時にそのバランスがどうかとかメリハリがどうかとか、まあ、そういったところを、注目して見ていきたいなと思っております。以上がクラシックフィジークで、ボディビル212、ここはほぼ短波プロの上位がスライドして出てきます。ケリース・バジョ、短波プロでは準優勝でした。そして3位だったネイサン・エプラー、多分ボディビル212だと思う。彼はなんか選手リストを見るとオープンボディビルの方でエントリーされてるんだけど、多分ねボディビル212だとは思うから、一応ボディビル212で名前挙げておきます。で4位だったコーディ・ドロボット、5位だったリッキー・モーテン・ジュニア、6位だったアフマド・エルサダニー、もう2位から6位までがそのままポンと入ってきて今回出るので、まあほぼねここでまた競うんじゃないかなとは思います。ただ2位だったケリス・バジョですね、非常に V シェイブが目立っていた彼なんですが、もうコンディションもそのままにね、だから本当に何もかもスライドして出てきそうなので、そうなってくるとケリス・バジョ優勝が結構濃厚なのかなっていう気がしたりとか、ただまあアフマド・エルサダニー、彼も非常に綺麗な V シェイブ持っておりますので、前回の大会では若干ねコンディションで見劣りしたかなとは思うんですけど、そこバチッとはめてきたら優勝する可能性は全然あると思いますし、ネイサン・エプラーはなんといっても昨年のオリンピアトップ5ですから非常に期待したいと思います。それがボディビル212、最後がオープンボディビルなんだけど、ここはめちゃくちゃ濃いです。今回紹介する選手以外でもハトクマ知ってるし、うわっていう人いるんだけど、まあ、トップ争いに食い込みそうな人とか、この人単純に見るのが楽しみっていう方を言いたいと思います。まずはこれもタンパプロからのスライドです。カマル・エルガルニ、まずはカマルですね。ボディビル212、2019年のミスターオリンピアチャンピオン、それがオープンボディビルに出てきました。前回のタンパプロでは準優勝という結果で、まあ、筋肉量のね差で負けてしまったかなと思うんですが、今回はその負けてしまったアキム・ウィリアムスは出てきませんので、まあ、大きなチャンスかと思います。まあもちろんねヤバい選手他にも出てくるんだけど、まあ、カマル・エルガルニーに関しては引き続きね、まあ、コンディションに注目というところかなとは思うんですけれども、まあ、51になるね男の戦いはまだまだ続くというところで非常に注目でございます。そしてクイントン・エリア、非常にプロポーションの優れた、手足の長くねウエストが細くて V シェイプでやばい綺麗な男が出てきますと。クイントン・エリアに関しても、まあ、コンディションがねサイズがそんなにすごくあるわけではないので、ここが劣ってしまうと、まあ、なかなか優勝は難しくなるかなっていう気がするので、まあ、クイントン・エリアのコンディションとか、まあそういったところですかね。ただまあ彼に関しては本当に美しいね、素晴らしいプロポーションを持っているので、まあそれがまた見れるっていうだけでめちゃくちゃ楽しみ。で、こっから先は前回のタンパプロには出てないんだけど、めちゃくちゃ楽しみな選手たち。まずは同じプロポーションで言うと、マーティン・フィッツ・ウォーター。ニック・ウォーカーと同じ大会でプロになって、ニック・ウォーカーの一個下ぐらいで、最近ニック・ウォーカーと SNS かなんかでバチってた、まあマーティン・フィッツ・ウォーターですね。上半身下半身のバランスが優れていて、去年のオリンピアで4位だったハンター・ラブラダ、彼に、まあ、似てるような体つきかなって思うんだけど、ウエストが細くて上半身背中は大きく広がって、腕は太くて体丸っこくてっていう体をしてます。でまあこの選手もうマスモンスターではないので、コンディションがどういう形なのか次第で結構結果は変わると思うんだけど、まあこういう綺麗なボディビルダーで身長が低い分クイントン・エリアよりは丸っこさが目立つと思うので、クイントンほどのその身長の高さから繰り広げられるなんか X フレームじゃないけど綺麗さっていうところは表現できないけど、身長が低い選手で表現できるその丸々とした感じっていうのがマーティン・フィッツ・ウォーターは出てくると思うから、まあクイントン・エリア、マーティン・フィッツ・ウォーター、このプロポーションが綺麗な選手同士の戦いっていうのも楽しみ。今テーブってめっちゃ痛いけどそのまま行きますね。次はスティーブ・クークロです。スティーブに関しては今度
絞りはね、かなりやっぱ順調。まあ、ここはさすがね、まあ、職人芸ですよ、この人も。長年やってますから、うまいですよね。で、スティーブに関しては今度でかいので、サイズが。身長もある程度あるし、でかいから、カマル・エルガルニにとっては、アキム・ウィリアムスの再来じゃないけど、結構でかい選手と競うことにはなるので、まあ、どうかなっていうね。まあ、スティーブも、どちらかというと、年齢的にはカマル寄りにはなると思うんだけど、40はまだ行ってないよね。確か30後半ぐらいだったと思うんですけど、まあ、相変わらずのね、絞りと、まあ、背中とか、モストマスキュラーした時の丸っこさ、岩みたいな丸っこさとか、もうデカさは健在なので、スティーブも楽しみ。そして、アンドリュー・ジャックド。彼がプロデビューをします。これも楽しみ。アンドリューに関しては、やっぱり、今年のアーノルドクラシックで、まあ、プロになったんですよね。で、その前は IFBB エリートプロに一回なって、まあ、すぐ辞めて IFBB プロ来たんですけど、まあ、でかいのは分かってるんですよ。腕がすごく太くて、ただ身長が高くて、ウエストが細いから、すごいプロポーションは綺麗に見える。で、足もめちゃくちゃ丸っこくて太くて、横から見た体の厚みもすごくて、背中の広がりもめちゃくちゃ広く広がる。だから、本人だけを見ると弱点ってあるのかなっていうような体つきなんですよね。で、ポージングもトップの、ね、今までのレジェンドに習っているので、どんどん洗練されてきていて、本当に弱点のない体なんじゃないかって、ハトクマはちょっと思ったりするんですけど、そこで初めて、今、プロのトップ選手、カマルとか、クイントン・エリア・マーティン・フィッツ・オーダー・スティーブとか、そういう選手と並んで、じゃあまあどう見えるのか、どこは勝ってる、どこはどうなんだろうとか、そこが見れるのがすごく楽しみです。ただもちろんアンドリュー・ジャックドもプロデビューで優勝する可能性は今回のラインナップがすごくても十二分にある選手なので、まあ、カマル・エルガルニ、クイントン・エリア、マーティン・フィッツ・ウォーター、スティーブ・クークロ、アンドリュー・ジャック。この辺は非常に楽しみでございます。皆様のね、推しの選手がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、本日は今週末に行われるテキサスプロの、まあ、選手紹介というか、ハトクマが楽しみな選手を、まあ、喋るという動画でございました。ってことで今日の動画は終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価のクリックも何卒よろしくお願いいたします。また、ハトクマチャンネルの登録まだされていない方いましたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で皆様お会いいたしましょう。それでは、バイチャ。